天正11年6月、秀吉は大坂に入った。そして8月、浅野長吉に命じて巨大な世界にも類を見ない城を建て始めた。大坂城である。来たか。前田家はご到着になりましたが、佐竹の方はまだでございます。馬の国の約束ではないのか。柴田勝家を滅ぼし織田信孝を自害させた秀吉は、日本の中央を抑えその権威を見せつけるために大阪城の築城に取り掛かった。天正11年9月、本能寺の変から1年3ヶ月後のことである。ルソン島のマイニラを支配しておりますのはイスパニア人と申しまして、本庁に渡来しておりますポルトガル人とは国も言葉も違う種類の南蛮人でございます。奴らはマイニラの町の周りに城壁を築き、そこを根拠地としてルソン島を支配しようとしております。アゴーの港をイスパニア人の侵略から守るにはどうしても大筒がいります。大筒か。はい。スケザ、この城の実母は一体どのぐらいあると思う？4600坪だ。巻かずにして600。中には千畳敷の大広間もあるんだぞ。天使の黒壁には純金のサギを飛ばせ、甲羅の下の壁にはこれも純金の虎を這わせる。どうだ、豪華雄大の極みだろ。大筒がどうしたって？大筒を譲っていただけませんでしょうか。今度ルソンへ渡る船で運んでやりたいと思います。阿呆の部落に加勢せよというのか。はい。わしに以後イスパニアを敵とせよというのか。 いえ、そこまでは。武器を貸し与えればそういうことになってしまうではないか。じゃあわしにイスパニアと戦せよというのか。あ、一旦先端を交えれば本庁日本国の存亡をかける戦となるが、それは承知の上か。やるからには勝たねばならん。大筒一門では阿呆の部落を守ることができても、イスパニアをルソン島から追い出すことはできまい。イスパニアをルソン島から追い出さねば勝ったことにはならん。殿、マイニラを奪回することは阿呆の人々の宿願でございます。加勢しようではないか。大筒一門になるとケチなことを言わずに、日本国を挙げて阿呆の部落に味方し、マイニラの都を南蛮人の手から奪い返してやろうじゃないか。国を挙げて。そうとも、何百艘の船を慕って海を渡り、イスパニアの奴は蹴散らしてくれようぞ。それにはまず足元の地固めを急がねばならん。しかしすでに天が34州を了承しておられます殿に敵対する方がおられましょうか。はい。はい。それが東国に一人おるわい。徳川様。家康との戦、一旦矛を交えれば10年はかかるであろう。家康とだけは争いたくない。なんとしても家康を上洛させ、わしに頭を下げさせねばならぬ。それがならねば、わしの天下は幻じゃ。徳川殿の関与を正しげ左近衛権の中将に挙げていただくよう、朝廷に推挙なされてはいかがでござりましょう。当然ながらお礼のために上洛するものと思われまする。どうかな。三河の兵は武田の威信も加わり、今や日本一。力で平定するには10年はかかりましょう。10年。わしは死んでしまうから。黒田官兵衛様のお考えは。わしはそなたの考えを聞いておる。信雄様と徳川が結んで立てば、三法師君へのご謀反、
成敗するに大義が立ちまするが、我らが尾張三河に出陣しますれば、九州の始末、四国の長宗我部も動くやもしれませぬ。それもまた危うござりまする。よし、そちの申す通り、少子いげ坂の平権の中将に推挙いたそう。それでも動かぬならば従三位三位じゃ。従三位三位では上様より上になりまするが、わしより上の位なれば必ず礼に来るであろう。だが家康は動かなかった。家康、そうですか、信孝殿をご切腹にですか。それはつろうございました。されど今思えば猿の企みにまんまと乗せられてしもうたような。ご自分のなさったことを猿殿のせいにするがあまり感心できませんだ。そんな悠長なことを言うておる場合ではありませぬ。徳川殿もそろそろ腰をお上げくだされ。腰を上げるとは猿殿と戦の意味でございますかな。いかにもやこのところちと風気味でしてな。今すぐにとは申しておりませぬ。ただここらで猿めを潰しておかぬと取り返しのつかぬことにもなりかねませんぞ。そうじゃ、信勝様にはこれがよろしかろう。は、気の落ち着く薬にござる。我が殿の調合された薬はよう効きまする。ごめん。わ、この匂いは。ほとんどは薬草にて、あとは蛇にヤモリに牛の睾丸でしたか。ああ、もったいない。わしをからこうっておられるのか。いや、とんでもない。ただ焦りは禁物だと申し上げたいだけにて。猿との戦については追ってご相談いたす。あの気の短さがな。信勝殿と手を組まれるおつもりは。猿は叩いておかねばならん。されどそれには大義名分がいる。信勝様と結べば織田家存続のためと旗印を掲げることができまするか。うん。羽柴殿は次は何を仕掛けてきましょうか。狙いは一つよ。殿、その狙いとは。いいか、これは腹を緩める薬であった。またためらうことはない。一気に陣を捨て攻め潰しましょうぞ。不可応よ、危のうござる。相馬の罠にはまりましょうぞ。罠とは。ドブセリ、横槍など地鶏を生かして待ち伏せておりまするぞ。さよう、窮鼠猫をはむということわざもあります。だからといって長陣を張れば兵糧が突き果てまする。相馬はまだ負けたとは思うてはいまい。父上。ん？小十郎の申し分もお聞きください。苦しゅうない、申し述べよう。恐れながら
勝ち戦におごってはならぬと心得ませぬ。そんなことは分かっておる。秋の借り入れを目前に控えた今、無理に山を越えて攻め入れば、相馬は全ての稲穂を焼き払うと思われます。さすれば百姓どもは我らを呪い、月桑を振るうて歯向かうに相違ござりませぬ。もし我らが矛を収め、百姓どもに借り入れの喜びを存分に味わわせれば、後日相馬が伊達領となりたる時も我先に基準して良き領民と相なりましょう。和睦せよと申すのか。陣休めにござりまする。我らが兵も長陣に疲れ果て、足軽増兵に至っては不満がうっせきいたしておる模様。一旦兵を米沢へ返して使者を弔い、手負いを養生させ、家族と共に十分なる休息を取らせるのが得策かと存じ上げます。たわけたことを申すな。前陣が手薄になるではないか。相馬の兵も疲れております。陣休めは望むところかと思います。秀吉が掌握したかに見えた天下ではあったが、思いがけないところから破綻の兆しが見え始めていた。それは浜松城主徳川家康の離反であった。これ以上筑前の戦争を許さば、天下はみすみす筑前のものとなりましょう。もはや一刻の猶予もなりません。じゃが筑前殿には安土に陽君秀信殿を立て、信勝殿を秀信殿の補佐役になされて、信長様ご存命の時と同様、織田家に心中の礼を尽くされておるではござらぬか。それは形の上だけのこと。誠は天下の実権を握り、自分の欲しいままに動いてござる。今ここで筑前を葬らねば、悔いを後世に残すことと相なりましょう。家康殿もお覚悟を決める時かと存じまする。筑前は我らが家老三名を誘い、彼らも筑前と結んで我らを裏切らんとの所存にござる。すぐにも彼らを成敗するはたやすいことでござるが、切って捨てたる時は筑前と対決するは必定。家康殿のご存念を伺うてからでのお手は、軽々しゅうことを構えるわけには参りませぬ。その儀につきまして、早速のご返答を受けたまわりたく、本日参上をいたしてございます。信勝殿のご覚悟のほどよう分かり申した。早急に会議の上返答をつかまつりましょう。家康殿、家康殿は我が父信長とは盟友として共に戦国を戦おうてこられたお方じゃ。父上の意志を全うするためにもお力をお貸しくだされ。家康殿が我らに味方くだされば、父上の恩功を被り、筑前を心よう思わぬ諸国の大名も皆馳せ参じましょう。今こそその好機にござるぞ。宣戦布告と申したか。ほう。初花の茶入れをくれてやったのに、このわしが今筑前殿に何を思っておるのか読み切るとは、さすがなものじゃ。まことに大人物に存じます。勝政、たらし込まれたか。よ、筑前は希代の人たらしじゃ。勝政、秀吉の人となりに騙されるな。あやつはさしたる兵は持っておらぬ。鹿島軍十数万はそのほとんどが織田信長公の御家来衆に過ぎぬ。それをまとめておるのはあやつの人物の力よ。お主と同じく皆筑前にたらし込まれておるのじゃ。いい加減にいたせ。そろそろ天下取りに出張りましょうか。筑前殿が向きになればよいがの。さよ、向きになり槍を合わせれば我らに勝ちは見えましょう。さすれば天下は動くがの。申し上げます。
織田信勝様お越しにござりまする。正重、佐古の江権の中将になろうとも、さらに秀吉を超える従三位三位になろうとも、令状一本でことを済ませ、家康は秀吉に頭を下げることをしなかった。その頃、信長の次男信勝が家康のもとを訪れた。織田信長には後継者と目された3人の男子がいたが、嫡男信忠は本能寺の変で討ち死に、三男信孝は勝家と組んだために秀吉に追い込まれて自害した。生き残った次男が信勝であったが、この男、しかしながら器量では遠く父親に及ばなかった。信勝さんは、お困りの時はいつなりともご一報くださりませ。それがし、ひたひたとお力になります。筑前めは元は父上の草履取りでござった。三河の帰り、皆それがしの屋敷に参り、あの猿めがと腹を立てておりました。わかり申す。亡き信長公もあの世にてお嘆きのことにござりましょう。お焦りあるな。しばらくはこの浜松にてごゆるりとなさりませ。帝殿、それがしが立つときはご助勢願えるであろうか。もちろんでござりますぞ。家を挙げてお助けいたしましょう。かたじけない。して勝つ手立てはござろうか。おう、信勝様のお考えは。猿を苦々しく思っておる証拠は必ずやそれがしに馳せ参じまする。おう、ならばそちらの調略はすべてお任せいたしましょう。奇怪なこともあるもんだが、去年の暮れに正重家の位に昇進させられたばかりのわしの官位がまた上がった。今度は従三位三位だ。従三位に女子遊ばされましたと。従三位といえば、今大阪の地で早々天下人の巨体を装っておられる御仁の官位でさえ従四位の下、それより上位に位したことになる。このような珍事があってよいものかの。筑前殿より上位に。宮中にもよほど腰の据わったお方がおられると見えまする。筑前殿の悔しがるお顔が目に浮かびまするな。ところが、わしの会員の昇進を朝廷に創生したのは他ならぬ筑前なのだ。筑前の手をどう読む。筑前殿、官位叙任を餌に殿を三河よりおびき出し、騙し討ちにでもするおつもりでは。いくらにも殺しはすまい。筑前にはわしを上洛させるだけで十分なはずだ。名目はともかく、わしが都に登れば世間はそれを見て徳川が筑前の傘下に収まったと見る。またそう見せるのが狙いだ。筑前はわしのことをよほどの田舎大名と見てるらしいが、わしも飾り物の勘をいただいて踊り上がるほど無邪気ではない。しからば次の一手は殿の番でございます。策謀は老さん、正々堂々秀吉討伐の兵を挙げ。寝耳に水じゃ。若はお前のことが好きではなかったのか。しかもよりによって堀
た作兵衛の妹とは。お梅ちゃんはいい子です。これで腹の子がおの子であったら目も当てられんぞ。お子がいるのですか。お前はどうなんだ。何がですか。子は宿しておらんのか。バカなこと言わないでください。わしはお前に真田の後継ぎを産んでほしいのじゃ。秀吉は佐々家の到着をひたすら待ち続けた。もうよい。まただ。もうわしは十分に蔵之介を待った。お腹立ちはごもっともではござりまするが、今しばらく待てん。待て秀吉。蔵之介殿と春殿じゃ。越中から運んだもみじがあんまりきれいで見物衆に囲まれて遅れたそうじゃ。ほれ見てみなさい。人質を連れて出てこいと言われて大の大人がさようでございますかとは言い難かろう。私がもみじが見たいと文をやった。まあここはもみじ狩りでもして仲良うしてちょうね。あんばようやってちょう。仲良うお頼み申します。こちらへ。蔵之介。羽ばたきしぶく山ガラス、鵜の真似すとも魚は虎じな。信長を気取りの筑前を少々からかってやった。なるほど。鵜は信長公、山ガラスとは秀吉のことか。山ガラス、鵜の真似すとも魚は虎じな。あなたも口が悪いの。あれは山崎の妙気庵の朝会でのことだ。筑前が静ヶ岳の手柄話をとうとうと弁じ始めた。
耳障りでな。話が一段落したところで牡丹花松柏の歌を教えてやった。松柏の歌とは？茶席で口にしてはならない話がある。それを歌った歌だ。うん、茶席で禁じられてる話題とは？我が仏、隣の宝、嫁衆と天下の戦、人の良し悪し。戦話も禁じられているのか。ああ、ことに手柄話はな。で、筑前には面と向かって言ってやったのか？面と向かって二度ほど繰り返し歌ってやった。よく生きて帰ってこれたな。徳川兵を挙げるか？無論だ。早いか遅いか、来年の春には信勝殿を立てて挙兵する。秀吉に勝てるかな？秀吉などの小細工、家康殿には通じまい。徳川にかけるつもりか？今井の寝台、一文残らず投げ打っても家康に勝たせてみせるさ。御代殿が承知するかな？今後女房には口出しはさせぬ。家康、風邪をひいた。手炙りをくれ。贅沢を申されるな。筑前めが大阪に巨大な城を建てておるらしい。周囲二里八丁、広さが百万坪を越し、天井や瓦には金箔を貼るというぞ。信勝様、戦いたしまするか？無論じゃ。わしは織田信長の子である。わしが立てば池田綱之殿も来よう。池田殿は父の村上の父兄弟じゃ。前田利家の着手。筑前とどのように戦いたしまする？どのようと申して、わしよりも徳川殿の方が。徳川殿、お力をお貸しくださらぬと。私は信長公の弟にござる。幼い人質の頃、あなた様のお父上とは義兄弟の契りをいたした。その子のあなた様が力を貸せと申しておられる。この家康、すべてをかけてお助けいたす。ありがたい。信勝殿、まことのうつけであるな。諸侯が秀吉から寝返って信勝殿に行く末を託すと思っているところが滑稽でございます。四国の長宗我部元親、紀州の西加藤根殺し、越中の佐々成政、関東の北条氏政には文を書いておこう。長宗我部に海から大坂を脅かさせ、
秀吉の兵12万の半分も足止めできれば戦いやすくなりまする。誠のうつけとは申せ、信勝殿は2万5千の兵を持っておる。我ら3万4千と合わせれば戦いを終わる。三河武士の力をあの猿めに見せつけてやりましょう。勝機はあるな。よいよい。どうするかの。またそのようなお心の内すでに決めておられるのでございましょう。まあ信勝殿の言う通り、筑前の花をへし折る好機にございましょうな。本能寺の変には殿は信長様のお招きにて堺におわし、帰国されるのが精一杯、筑前には遅れを取られましたな。あれはわしに運がなかった。信長殿とあれほど固い盟約を結んでおきながら筑前めに先を越されてしまった。しかしここで信勝殿にお味方して兵を挙げれば、筑前に出し抜かれた遅れも取り戻すことができましょう。信勝殿は信長様のご子息、信勝殿をお助けするとなると義によって立つということに。殿、柴田勝家殿、信孝殿亡き後、殿はその威信を多く召し抱えられました。筑前相手の戦となれば主君の弔い合戦、皆喜んで働きましょうぞ。分の悪い戦ではございますまい。やってみるかの。三河に徳川ありと筑前めに知らせてやるだけでも無駄ではないじゃろう。ならば信勝殿のご家老衆、切腹させたらええじゃろう。